ありがとう。ありがとう。こんばんは、みんな。ありがとう。ありがとうって言葉じゃ足りない、ありがとうって感じ。ありがとう以上のありがとうって感じ。力尽きた。いや、ひなも力尽きたよ。ひなも力尽きた。あまりにも幸せで。今、ぴよちゃんとね、打ち上げしてるよ、かな。打ち上げしな。よく。よくもまあ、あんなに素敵なセーターさんやってくれたもんだって感じで。よくもまあだよ。めっちゃ楽しかったよ。昨日はめっちゃ楽しかった。じゃあ連呼できて満足ですって。あら。嬉しいね。いっぱいコールも届きましたし。もう、幸せ。沢木さん結婚してありがとう。結婚。ねえ。わかる？好きが溢れた。わかる？なんか好き溢れすぎて。もう、なんかずっと好きってみんなに言っときたいぐらい。もう好きって言うの一時間言っときたいぐらいですけど。はい。テニスレモンスタイル。キラキラ。ピヨピヨ言うの楽しかった。お前か。ピヨピヨ言ってたのお前か。なんかでもサラピの生誕祭も、なんかちょっと、驚きなコールをする人がいて。私の生誕祭も、なんか驚きなコールをする人がいて。面白かったです。楽しかったです。はい。そう。独特。あ、エティさん頑張った。ありがとう。いや、頑張ったよ今日は。高山さんくまありがとう。ねえ、会場もすごい広い会場でやらせていただいてね、広島の。かんてやぎちゃんお前やっただけありがとう。届いたよ。うわあ。すけさん思いを届けたわ。ありがとうわ。届きまくったよ。ちょっとクッションなでなで、ちょっと待ってね。パチパチしますね、俺。ありがとうね。あら、サンキさん結婚してありがとう。結婚。ドリーさんも結婚してありがとう。結婚。トシさんも結婚してありがとう。結婚。みんな、結婚。オリシーさんも結婚してありがとう。結婚。みんなと結婚。しまーす。あ、ユティさんも結婚してありがとう。結婚。みんなと結婚してるけど。スケさん、ありがとう。やってー。重婚。あ、ハンシタンも結婚ありがとう。結婚。結婚しまくってます、重婚、重婚、あ、すいません、重婚しちゃった。日本では許されてない。重婚してしまいました。やばいやばい、訴えられるぞ。
ダサい。どうしようかな。あ、おばちゃん、おめでとう、届きありがとう。叩いたよん。うん。手たたい。手たたい、どうしようかな。お花かな。オッケー、かけたかけた、かけたかけた、なんか毛がよいしょ。スケさん、たまありがとう。おまゆ、届きまた好きな話してありがとうって、みんなもだよ好きすぎるからね、どうしたもんかって感じですけど、あなたさん、今日のイラストをあなたのせいだせい、ありがとうわー、くしおいで、うん、きちゃんね、なでなでしながら配信してます。あのすっごいね、何から話せばいいんだろうって感じ今。いっぱい言いたいことはある。あ、つさかわいい、ありがとう。そう、いっぱい言いたいことがあって大変。どうしたらいいんだ。目の前でひらめきしてもらってくねえ、いっぱい今日はスケブがいたな。スケブなんだ。こういう四角いやつで言ってくれる人いっぱいいたんだ今日。あ、ガイさん、雨ありがとう。雨だよねこれ。ペロ。語りまくるよ。何から言おうか悩む。あら、あんちゃんパワーやったー。パワーがパッとまー。アンティラキさん、結婚したい、やった。結婚。あら、あら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 。待てよ。私の、ウェットティッシュはあるか？あ、ギリギリあるよ。キシキシ。うわぁ、ありがとわぁ。とわぁ。やめ。ちゃんとザキーさん、タワーありがとう。なんか可愛いタワーが来たぞ。一体ね、山ちゃん、山ちゃん、ありがとう。タワー、はい、どうぞ。セタンちゃん、ありがとうね。すごい、なんかもう一個可愛いタワーが来てるぞ。ユティさん、タワーありがとう。わっいっぱい結婚人が送られてくる。結婚ってなってる。結婚してタワーかな、多分そうかな。そうだよね。ありがとう、結婚してたわ、ありがとう。大結婚。一旦ユティさんからやりますね。あら、ユティさん
これかわいいんだけど、ホワイトデー限定のやつかな。にゃんこ、にゃんこ、ハートのにゃんこ、かわいい子で、天使のにゃんこ。えすごーい、キャーン、ちゃんちゃんちゃーら、ちゃんちゃんちゃーら。ちょっと待ってすごーい、おばちゃん、なんかすごいやつだダブルタワーのやつだ、ありがとう。なんかいっぱいいた今いっぱいいた、ありがとう。よいしょ、うん、何の音楽、つむつむの音楽つむつむみたいな状態でしたから、はい、イティさんとありがとう。猫、猫ミミありがとうだよ、かわいい、にゃん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 、ありがとう、もらったかな。で、ゼッキーさんに結婚タワーね、結婚結婚結婚、うん、ありがとうと、あ、もらった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 、ゼッキーさん結婚しててタワーありがとう、結婚さんです、結婚さんもらったかな。よいしょ、そしておばちゃん、おばちゃんはダブルタワーですねこれね、うん、豪華なやつありがとうなんて書こうか、口に書き加えたりか、はい、おばあちゃんダブルタワーありがとう、ダブルタワーです、なんかダブルがなんかお尻みたいになってたけどなんかダブルお尻みたい、私のダブルってお尻みたいなダブルだけど、ありがたーです、もらったかな、ありがとう。いやー、生誕祭本当に楽しかったよ、みんな。かちゃん。みんなのこと愛って感じ。愛でラブで言うって感じ。本当に、よっしゃ行くぞーってまだコール打ってる人いる。あ、ちょっと。結婚して、結婚していっぱい来るの、結婚いっぱい結婚、ありがとう。あ、ヨタカシーさんかわいい、ありがとう。キラン、あら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 、渋滞してる渋滞してる渋滞起きてる、かわいい、ありがとう。キラン、アテドさん、めっちゃ可愛い。ほら、3つもありがとうね。
いいいい、めっちゃいい。あとはさらきさんがいっぱい送ってくれてるのと、あー結構重厚になっちゃってるって。今度こそ本当に重厚になったと思うよ今。かな、可愛いタワーと結婚タワーかな、二つ。ありがとう、いっぱい、嬉しい、嬉しい。トリーさんから書くね。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょ、ダリンさん。あら、結婚してたわ、ありがとう。あトシちゃんも送ってくれてるな。結婚、結婚です、結婚よろしくお願いします。ダリンさんありがとう。あ、ダブルタワーのままになってましたね。もう一回、もう一回、もう一回。もう一回、もう一回。ありがとう。結婚。ありがとうね。こちらこそ、ありがとうね。ドリンちゃん。ありがとう。で、岩田家臣さんに、かわいいタワーのお礼を書きますよ。うん、どうした、こいちゃんがすごく眠そう。岩田かしん。さ、岩田かしんさん、どうもありがとう。かわいい、かわいい。ありがとう。もらえたかな。続いてがかむきさんかな。かむきさんに結婚、結婚、結婚だわ。あ、よいしょ、いっぱいありがとうね。よいしょ、サミキさん、結婚とはありがとう。結婚、結婚します。ありがとうございます。すいません、こちらこそありがとうございます。ありがとう。うーん、ドッキーさん、レムスありがとう。キャンキャン。俺たちの気持ち。結婚してほしいってことかな。愛ってことだよね。ありがとうね。眠ってないのある？あ、あるね。トゥーさん、眠れてありがとう。ラブラブラブ。で、トシちゃんも、いやー、わー、いやー、うわー。結婚してたわだね。ありがとう。結婚してーって。結婚してー。トシちゃん。トシちゃん。ありがとう、トシちゃん。結婚してー。結婚してー。ありがとうだよ。ありがとうね。もらったかな。ありがとう。ホテータの坂道グループイコール平井さんも、あ、かわいいやつ来た。猫のやつだ。猫タワー、ありがとう。猫、み、み。
でも、あの、世界一イコール出たの坂道グループイコール平さん、にゃんこタワーありがとう。なんか来たよありがとう。笑ったかな。あ、レインボースターもありがとうね。キキラーン、キキラーン、2つだ。つーさん、トトイありがとう。トトイ取れたよー。あ、取りました。あ、ほんとだ。トシちゃんさんも、トシちゃんさんもいい。私カキカキするの忘れてた。ごめん、今書くよ。トシちゃん、結婚してだよね。結婚して。ありがとう。結婚して。ありがとう。続いたかな。ありがとう、こちらこそ。ありがとうだよ、いいな。結婚感情。いっぱいいた今日。あー、おいでぶしちゃん。に。来ないの？眠たいね。来ちゃ眠たいそうです。いいよ。今日、いっぱい祝ってもらって。今もこんなにも祝ってもらってありがとうだよ。みんなね、やっぱね、その生誕祭はこの15歳になった時にお祝いされてから、今21歳のお祝いをみんなにしてもらうようになって、なんかもう毎回びっくりする。こんなにも愛を込めてみんながお祝いしてくれるんだって思ったら、なんかほんと毎回びっくりする。致死量の愛もらってる、毎回生誕祭の時って思う。ほんとに嬉しい。こんなにも祝ってくれて、何回かリアルに泣いちゃった。いや、もう何回もなんか泣きそうになっちゃったけど、なんかこらえました。まだ泣く時ではないぞ、と思って。危ない。スピーチ感動したよ、ありがとう。ね、今回はね、スピーチ、本当は、その時思ったことを口に出そうと思ったんですけど、なんか、私が今持ってる、いっぱいあるぞと思って、いっぱいあるぞどうしようと思って、なんかちゃんと伝えたいなと思ってお手紙にしました。そう、なんかお手紙の方がこう書いてあることがこう全部、私が結構こう何時間かかけて考えた言葉だったし、ちゃんと言いたいことが全部言えるなと思ったので。そう言いたいことがありすぎた。そうだね。言いたいことありすぎたし。みんなに、お手紙で伝えたいなと思って、お手紙にしました。そう。去年はね、唯一、お手紙なしだったんじゃないかなって思うんですけど。どうしもだったのかな。あんまり、そう。やっぱ生誕祭は結構私手紙を読むタイプの人間だったのに。手紙からもう涙垂れ流れてた。
なく声が聞こえてきました。ガミさん、ラブレターありがとう。ラブー。うん、そうそう、ガチガチに固めてね、もうみんなに言いたいことガチガチに固めてね話しましたよ、今日の生誕祭スピーチは。うん、嬉しい、めっちゃ感動した、嬉しい嬉しい、ちゃんと届いたなら良かったです。あのスマホにメモが残ってるので手紙に書いた、手紙のその私が今日読んだスピーチのやつ、スマホにメモが残ってるので明日にファンクラブのブログに載せたいなって思ってるんで、あのファンクラブ会の皆さんはね、個人ファンクラブ会の皆さんはね、読んでいただけたらいいなと思います。うん、まあちょっとずつ変えてる部分もあるんですけど、話しながら話しながらこう言いたいと思った時ちょっと変えたりしてるんですけど、うん、でも寝せます。ねえ、配信で見てました、ゆきずごめんねって。いや本当に配信で見てくれたみんなにもね感謝ですよ。うん、嬉しすぎる。かわいい、あえく抜かないようにこそらず涙叩き込む。面白い、わかる、私もなんか泣かないようにの一つにやっぱアイメイク崩れちゃいかんみたいなところあるの。今ここで泣いたらうまく喋れんっていうのもあるし、アイメイク崩れちゃいけんっていうのがあるね。めっちゃわかる。うん、でも今日のあの生誕祭の時のお手紙はココアがくれたんですけど、なんかもう泣きそうだった。危ない、本当に危なかった。もうなんか涙もうこんなこの辺でめっちゃ溜まってたと思う。涙すっごいうるうる溜めてました。危なかった、よかった、本当に。うん、号泣するとこだった。私一回涙出たら止まらないタイプなんですよ。なんかピタって止まらない、なんかずっとね、なんか出ちゃうんですよ一回泣いたらね。なんか一回涙出たら止まらんけん、危なかった本当に。号泣モード入るとこだった。うん、わかる、たまに来る広島弁でなんとか持ちこたえた、本当にそう。たまに来るここのジャケーとかなんじゃなーみたいな、なんかそのがやつがもうココアボイスで流れてくる、あのジャケーが本当に涙をね、あの笑いに変えてくれました、ありがとう。うん、めっちゃ嬉しかった。ココアじゃないと思ってた普通に。うん、なんか最後の生誕祭誰なんだろうと思ってて、本当にうーんって、家族の可能性もあるなーとか思ってて、そうチャートリのメンバーだったりすんかなーとも思ったりして、誰だろうなーと思ったらココアだった、嬉しい。高山さんとお便りありがとう。たたい、うん、ねえめっちゃいい手紙やった、ほんまにありがたい、あんな風に思ってくれて、うん、手紙で伝えてくれて嬉しい。うん、ここはここ最近仲いいイメージ強い。まあ確かにずっと仲いいんだけどね。うん、本当にここは面白いからさ、ここはツボかも私。うん、存在がおもろい。うん、
ココアがおるってだけでおもろい楽しいですから、TikTok も撮ったしね、遊んだ日にね、また遊び行きたいからね、誘おうと思います。この後 LINE して誘おうと、存在おもろいよ、ここがおるってだけで笑顔になれる、そう、まあ1期生のみんなはもう好きすぎるかな私、誰が、誰と一緒でも、なんかもう家族みたいなもんだからね。ねえ、ココアちゃんの笑い方、ヒノも大好き。ココアの夜間みたいな笑い方好き。いつも夜間って言っちゃう。ココアが、いやーみたいな、はーみたいな笑い方すんの。もういつも夜間って言って笑っちゃう、ヒノも。夜間やめてって。そう。私多分、おばあちゃんになったらココアの笑い声聞こえん。私、おばあちゃんになってココアと一緒に遊びに行った時、ココアが笑っとる声聞こえん、私。友人さん、レモンスタイルと。いただきまーす。そう。お湯、いつもお湯沸いてる音する。すっごい高いのも、モスキートーンって言うんだ。モスキートーンです、完全に。嬉しかったの手紙、もう一回読もう。もう一回読もう。ねえ、今日はあとなんだろうな、あとなんだろうな、なんかいっぱい話したいことある。どれからやっていこうかな。もうこれ以上のコーナーくらい最高だった。まだあるかもしれんじゃん。ピンクと黄色あふれてて素敵だったね。本当にこう出てきた最初のやつで、なんかみんながピンクと黄色のペンライト撮ってるの見て、愛なんだけどってじゃなった。愛なんだけど、こんなに来てくれたの愛なんだけどってめっちゃなりました。もうピンクと黄色に照らしてくれた皆さんも本当愛です。あ、わかる。そう、最強ツインテールのさ時、黄色ピンクってしてくれとってさ、みんなでペンライト揃えてくれとるのもうわー大興奮、踊りながら大興奮してました。そう、本当にねえ、めっちゃいい景色が見れましたな。あんなにも愛がある景色を見せてくれて本当にありがとう。すごいな、
やっぱ広島まで来るのもさ、みんな広島ってわけじゃないからさ、きっと本当に大変だったと思うしね、いろいろ予定もあるだろうに会いに来てくれるの本当に嬉しいし、うん、私学校卒業発表した後もさ、なんだろう、じゃあ他の子押そうとかじゃなくて、みんなはじゃあもう最後までひなちゃんのアイドルしてる姿を見に行こうと思ってこうね、見に来てくれてるわけだから本当に感謝です。うん、今から新幹線で帰りますってね。そうだよね、ありがとう。生誕祭であの景色とやつを突っ込んだく準備しとかないと本当だよ。ぬんたん、うん、くしゅくしゅ、かわいいね。そう、よろしくまで来てよかったって、そう思ってくれるのが嬉しい。本当に私も来てくれて嬉しい、みんな。うん、そうだから本当にね、感謝って感じ。それだって現地で書いてよかった。あら、それはよかったです。うん、あの時現地で出会って幸せだったなって思ったピヨー、まだまだ会いたいピヨー、会いにおいでピヨー。私も本当に何度も言うんだけれども、卒コンね、4月20日にやる卒コンはもう絶対来て、今日来れなかった人も絶対来て何が何でも絶対に来てほしいし、本当にみんなのその何だろうな、来れるイベントは何でも来ていい。うん、写真集の重版イベントは4月13日であるんだけど、それも絶対来てほしいし、まあ近々で言うとね、近々キンキンで言うと、あの私のファンミーティングがさ、19にあったり20に幕張メッセあったりするじゃん、お話し会がね。なんかもう全部楽しみにして待ってます本当に。いや、岩崎の最後に来たい。そう、ミーヒーのね卒業公演もあるもんね、今発表されてるもん。そう、もう待ってるし、なんかもう、うん、来れるものは見に来てうん、本当においでって感じ。重版イベントめちゃめちゃ紹介します、嬉しい、何度でもおいで。うん、うん、ねえ、キャリアちゃんのために広島遠征してよかったねえ、嬉しいだよ。うん、嬉しすぎるだよ、ひなちゃんのために広島まで来てくれて。捕まえでね。おいでおいでおいで。え、ファンミ当日券あるやんだって。マジか。じゃあ落ちた人行きな。それ知らんかった私。落ちたって言ってた人行きなよ。うんうん。そりゃびっくり、後で言わなきゃ。うんうん、あれだったんだろうね、あ、無理になっちゃっただろうねうん、ねえ、ファンミと幕張とあるの楽しみです。またすぐみんなに会える。もう16だから。
もうすぐ会えるじゃん、私たちって。すごいじゃん。いや、嬉しいよ、こんなに。いっぱいね。イベントがあるの。卒業用のバスタオル何枚用意すればいいかな。50。超いる。隣の人にも配ってやって。確かに平日の昼だもんね、ファンミやるのね。ありがとうすぎるよ。ごめんね、平日なのに来てくれるの嬉しい。確かに、一生分の日の摂取する気が足りないと思うけどね。ゆうかには何回会ったっていいと思うからさ。本当だよ、19、20、23、31、4月、13、20日ある。もう全部来るの大変だと思うけど、でも全部来てほしいぐらいの気持ちでおりますんでね、よろしくお願いします。そう、ファミ楽しみね。ファミ、私今日持って帰ってきたよ、あのメッセージ付き手作り風お菓子をプレゼントするんだけど、みんなにそのメッセージカードみたいな、お菓子につけるやつのメッセージカードみたいなの今日持って帰ってきた。ハキハキするね。ファミ、私のお仕事で休みやすい日に開催してくれてありがとう。平日なのに休みやすかったわ、よかったです。それはあなたのためやな。ねえ、中華日は命変えてても会社行きませんって言ってある。もう殺されてもいいんだ。ダメだけどね。誰もそうはしないだろうけど、熱が強火でいいですね。強火でいきましょう、やっぱり最後だし。そう、勤務入れてお休みますって伝えてました。みんな強火だね。いいね、いいと思う。手作りお菓子食べれる自信ない。申し訳なくなるじゃん。手作り風お菓子ですから、風よ。手作り風お菓子をあの皆さんにあげますから、食べても大丈夫だよ。ふうです、よろしくお願いします。ふうは大事。食べても大丈夫。ラッピングはひなちゃん担当します。先生って。ラッピング先生します。嬉しい。夏のファミ最後なって、でも来てよかったなってみんな思うと思う。超楽しみ。私も絶対楽しいじゃんってなってる。ゆうちゃんに会うから休むと伝えた。偉い、待ってるよ。確かに、ファミ会場パンパンね。どうなんのね、
れる人が来てくれたらいいけど。うん、そう、チブズタイムあるんですけど景品となりました。優勝者怒られる形になってしまいました。残念。またいつか、うん、みんなに私物サインします。個人的に開催してね。ダルコロ、なんかダルコロもダメって言われた。シュン、楽しそうなゲーム用意しました。でもダルコロより楽しいと思う。なんならね、やっぱダルコロってシュールじゃん。うーん、楽しいけど、うんうんうん、そう、めっちゃ面白そうゲームを選びましたね。お楽しみに。ゆうちゃんのサインのタッチ好き。嬉しい。私のこの ひよこサイン、なんかサイン考えるの難しかったんよ、本当に。なんか今でも本当にこのひよこサインでよかったんだろうかってたまに思うもんね。あら、今日ありがとう。お題のルイナちゃん大好きだよって嬉しい。今日も王道アイドルマンでしたか？うん、アミとは縁がなかったようなって。うん、来ないの？来て来て来て、当日キャラらしいよ。うん、何個目のサイン？いや、これね、1個目。うん、ずっとこれ。なんかひよこの顔がちょっと変わった、途中からなんか変わっちゃったんだけど、いつの間にやらって感じ。それは、うん、なんか目が変わった。うん、そう、大人になった。どうだろうか。うーん、よく大人の顔になったのかな。当日券買えるかな。買えるよ、きっと。聞いてみようか、私が。これって当日券どのぐらいありますかって聞いてあげようか、今から。うんうん。真面目に仕事の内容読んじゃった、ごめんなさい。すごい今真剣な顔してたと思う。怖いよね、二重人格みたいになっちゃった。うんうんうん、当日券はどれくらいありますか。ぽよぽよ聞きました。
す、めっちゃす、仕事モードだった。いや、裏表持ってないんだけど、たまに仕事モードに入ります私。ちゃんと真面目に仕事しますね。うん。当日券イヤーが別であるみたいって、じゃあいっぱい用意してんのかな、当日券用。どうなんだろうか。裏表はありません。ただ仕事モードはあります。あ、真面目にやろうっていうやつはあります。こんなずっとヘラヘラしとったらさ、舐められるじゃん。ひなちゃん仕事できなさそうに見られたくないから、舐められるじゃん。こんなずっとこんな話し方でさ、みたいな、そうですよねーとか言ってたらダメやん。いや、それはってちょっと言わないとさ、いけないこともある。仕事モードはありますよ、もちろん。ふむ、仕事的アイドル、そういうことです。まだ悩み中なんだけど、当日キャラならそれで行こうかなって。嬉しい、おいで、待ってるよ、超楽しいよ。めっちゃ楽しいよ、企画。早くやりたいもん、今やっていいって感じ。企画楽しみすぎて、3つゲームやるんだけど全部楽しそうすぎて、みんなにも参加してもらうんだけど、ゲーム、ちょっと楽しい。兄が帰ってきた。ママからだった。ママがなんかサンドイッチの LINE 送ってきたけど、なんで、まあやー、三つともダルコロより楽しいの。三つともダルコロより楽しい。ちゃんとしたゲームみたいな、ちゃんとした企画みたいな、感じになってますんでね。そのちゃんとしたゲーム企画を見つやって、なんか選んでもらう。選んでもらう、ベートーベンさんに選んでもらえた人が、あの、私の私物サインをプレゼントするっていうやつです。確かに晩ご飯は食べてないけど、当日券、あ、写真集の話してんのかな。あ、写真集はね、当日券ね、あるけどね、頼めるよまだ。写真集はね、重版イベントって調べたらね、まだチケット頼める。あら、ママがサンドイッチ頼んであげるって、明日の朝の、嬉しい、後で送ろう。そう、今月まで頼める、正解。写真集はね、頼めます、ぜひぜひ頼んでみてな。今月まで頼めるよ、写真集のイベント会で。紙のプレミアム外れたので、サンドスケ追加しました。その分ね、
痛む。とても痛むよ。クシちゃん、お尻がプリプリのクシちゃん。私の写真集はね、とってもね、可愛いし、セクシーだし、なんだろう、まあ、24色のミルクが詰まってますね。はい。写真集18色くれば永遠に会える。本当だよ。重版のたびにイベントに来ます。家に会えますね。もうキャンセル大公演東京から見に行って楽しかったですので、ありがとう、来てくれて本当に感謝。ツツコもよかったら来てね。大変だろうけど、大変なのすごく知ってる私。もうシティに入って一番大変だなと思ったことは新幹線の移動って言いたいぐらい大変なことすごく知ってるから。そう、よかったら来てねって感じ。24色のミルクに打ち抜かれましたでしょう。飛行機で行くよーって。飛行機も大変じゃない？飛行場遠くて、広島の市内と飛行場がね、ごめんねって感じ、みんなには。だからリベンジの次の日、朝帰って仕事するもつらすぎる。ありがとね。お金も時間も体力も使う大変なことだよね。許せないもん。もはや許せないね。ほんとごめんって感じ。ありがとう、来てくれて心から思います。ずつこも来てくれるの？こっちが泣きそうだよ。ありがとね。本当だよ。広島飛んできてほしい。本当だよ。なんか、ひながこう、会いに行きたい。こう、おいしょーって。みんなのもとでこう、おいしょーって会いに行きたいもんね。ありがとう。行きたいから行くだけよ。かっこいいって。惚れるだろうがよ。そう。ひなちゃんドレス本当楽しみ。いや本当に可愛いと思う。ひなちゃんも楽しみ。今日何来たかな。見てみるよ。ベベッ。最終の数来てないですけど、なんだって。マックスのキャパ数から考えると10席ないくらいだと思いますって帰ってきたから。あ、もう急いで来て。もう狭き門すぎる。当日券がもうダッシュ凶暴戦になるかも。ダッシュダッシュって感じかも。ファンミーティング、ごめん、ファンミーティングが19にあるじゃん。あと13、14、15、3日後にあるんだけど、当日券がありますって出てるんだけど、
10席ないくらいの席なので、あのほんとダッシュで会いたいよって方ダッシュでお願いします。あ、私ギフト読めてなかったね、ごめんね。読んでいくよ。この辺からかな、言ったかもしれない、ごめんね。神さんレムスありがとう、キラキラ。やたくしんさんはレムスありがとう、キラキラ。オンにしてなかった。西くん思いを届けありがとう、届いたよ。高山さんレムスありがとう、2つキラキラ。ツーさん聞こえしてありがとう、結果もガミさんペロ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 ありがとう、雨ありがとう。うんうん、そう、つさ100連だった。あ、本当に、ごめんごめん、結婚してたわ、くれてたのよってよごめん、ひなが、ひながあのコメントだけはねやってたばかり、間違えちゃうんだよねこれ、たまに、ごめんね、ほんまにごめん。キチ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 、うんうんうん、あれ、あったあったあった、つーさんね、つーさん、よいしょ、どうもありがとう、結婚ありがとう、ごめんね言えなくて、言えてなくてごめんね、ありがとう。あ、タワーじゃないよってタワーじゃなかったよって、ごめんピエピエできちゃった、申し訳ないごめん圧かけちゃったじゃんね圧かけちゃったじゃんねごめんって本当にそれだけはね、あの本当ごめんって感じ本当ごめん、たま投げないでいいからね、うん私が間違えちゃったから、うんあ、どうだったかって私が間違えちゃったから、そうそうそう、ごめんごめん。うん、かやさんかわいい、やっキュルーンすいませんでした、ゾウゾウダメだよ、みんなみんな圧かけちゃダメだからうん、ほんとにごめんごめんザワザワしちゃうよね、ごめんね。うん、そう、うーん、今日、あ、そう、今日あれの話してない、まだ、なんと本日の生誕祭で皆様が準備してくれたハナカンムリとスタフラ、スタフラだよね、スタフラでございます。じゃじゃーん、すごーい、って圧かけちゃダメだよすごくない、あ、
いっぱいいっぱい写真が撮った形跡がはず。すごいの、これ全部成果だった。びっくりよ、なんかいい匂いすると思ったら全部成果だった。こっちも全部成果で準備してくれて、え、びっくりよ、本当にめっちゃかわいいわ。なんかね、お花とね、貝殻がね、あってね、ちょっと濃い青と白いっぱいみたいな感じ。え、本当のタワーってスーさんがタワーくれたんだけど、ごめん。ありがとう、本当にごめん。ねえ、熱かけちゃったもんね、さっき。本当やだ、ごめん、ありがとう。いいのに、いいのに、スーさんありがとう。白岩田城。ありがとう、ごめん。ありがとう。うん、ほんとだ、高谷さんもととえありがとうね、たっぷり。うんうん、ありがとうって、ありがとうだよ、こちらこそ。すいませんね、間違いないように頑張ります。あつあつ。うん、え、本当に可愛くてさ。うん、なに、プシちゃん。うーん、出た。あー、10時だね、ご飯の時間でした。ちょっとクッションご飯あげてからの話しますね。クッション散歩するじゃん。ご飯。これすごい落ちちゃう。なんで？引っ張ってんのかな、私は。よいしょ。すっごい光ってた。クッションご飯タイムです。うん、クッションは、ね、10時ご飯なんで。暴れ始めます、10時になってたら。うん、なる前かなった後ぐらいね。今日ちょっとクッションお外出るの遅かったから、ちょっと10分ぐらいね、確かに遅かったからね。怖いよね、クッション本当に体内時計しっかりしてて。怒るんすよ。そう、うんうん、クシのね、ご飯はね、チモシっていう牧草と、あと小松菜とペレットっていう、なんか犬とかもらうような、なんかこういうつぶつぶのご飯と、あとドライフルーツとかです。いろいろ入ってる、毛玉ケアとかビタミンとか入ってたりする。クシはいっぱい食べます。もやしじゃありません、クシはもやし食べれません、多分。うん、葉っぱしか食べれません。うん、ごちそうを食べてます、毎日。うさぎなのに。いいもの与え中。貝殻があってさ、見て、ホタテみたいな貝殻もいたの。おいしそう。かわいいんだけど、ラッコいる？
てぐらいのホタテみたいな貝殻もありました。白い貝殻もあるんだけど、かわいい。食べ物お腹すいとるかもしれん。うん、この時は可愛いとしか思えんかったんけど、なんか今見たらホタテに見えて、そう、お腹すいとる説もありますね。よし、食べれるくせに大してもやし生活ない。もう本当にね、思う、なんか私のこの卒業するまでの期間、めちゃめちゃみんながさ、こう会いに来てくれたりさ、そう、お金もかかるわけだからさ、本当にごめんよって感じ。ねえ、みんなもやしなんじゃないかって心配してるよ。私も。月さん、あみありがとう。今日楽しかったっすって。ありがとね、来てくれて。みんなも楽しかったっす。そう、こういうお花が下にいっぱいありまして、そしてこのアーチ状のやつ、憧れてたってやつ来て嬉しすぎた。本当にこのアーチ状のやつ憧れてました。ほんまに、うん、誰これアーチ状にしようって言った人。え、そうなの、マーメイド。やっぱマーメイドだよね、これ。これなんか尻尾かなーって、クジラのクジラの尻尾かなーみたいな話したけど、確かにこれ絶対マーメイド。尻尾めっちゃ可愛い。なんか多分私がシティユとして迎える生誕祭ラストだから、海っぽくしてくれたかなってなんとなく思って。本当に可愛い。皆様素敵ね。そこにゆうちゃんが座って完成するスタッフラーってね、わかんの。この座りたかった、私ずっと。私ずっとこのフラスターのやつで座ってみたかった。憧れだった。椅子、しかも椅子もなんかクッションめっちゃでっかいの置いてあって、なんだこの貝殻の風船も置いてあって、ってもう可愛いって思って、そう、海に帰っちゃうってこと。確かにマーメイドってことだ。海に帰っちゃいます。持ち帰りました、お花持ち帰った。今部屋に飾っているお花がねあるよ。これコギ、これ持ち帰ったのと、あと大きい瓶に入れてもらってる、もっといっぱい持ち帰った、こんぐらいでかい花束作ってもらって、そう、分けてる。部屋に飾ってるよと、玄関にね、うん、でかーい瓶みたいな、いつもみんながくれるそのセーターさんのお花のやつとか、そう、飾れる用のなんか花束、大きいのもらったりした時だ、飾る用のでかーい瓶に今玄関に飾ってます。 M ステティッシュの横に、あ、そこみんなの、みんなの憧れのね、 M ステティッシュの横にね飾ってるんでね、こんな感じで。あとこの人形は私のママが作ってくれた人形のね、大切な物が置いてあるゾーンに飾っております。はい、うんうん、
花粉症なんでその T シャツください。一生あげません。この T シャツだけは。そう。え、本当に可愛い。誰考えたの？天才。何回でも褒める。この上の花はなんかちょっと白っぽい。水色もちょっと入ってるけど。多分白のお花に水色の水につけて、吸わせてやったんだろうなっていうぐらいの。そう、白の花がいっぱいの。水色もあるけど。っていう感じになってて。絵がうまい。下の花も全部成果でした。かわいい。ありがとう。本当夢。このアーチ状の中で座るの夢だった。ありがとう。アーチで座りたかった。ありがとう。お手伝いされました。ありがとう。キャキャー。色味もめちゃくちゃ可愛い。わかんの。この、水色と白。可愛い。ピンクも、ピンク、紫もまちまちあって。可愛いの、とにかく。ほんで持ってこれね。ハッピーバースデー。これ持って帰りたかった。ダメって言われた、これ。これダメって言われたみんな。これ持って帰りたかった。こっそり奪えばよかったかも。そう。竹原さん、かわいい、ありがとう。そう。この電飾は、光り物が NG って言われて持って帰れなかった。電化製品のプレゼントが STU ダメなんですよ。それで持って帰れなかった。悔しいよ。俺戦うとか言って、さすがに戦わなかった。そうだよな、ずっと電化製品 NG だもんな、うちはと思って持って帰らなかったけど、この電飾も可愛い。電化製品扱いなのは厳しいね。厳しいと思った。泣いた。超可愛かった。でもいっぱい写真に撮って残した。こういう一眼レフカメラみたいなので撮ってもくださったので、1週間後ぐらいにデータ届くんで、またインスタにあげますね。ほんでこのひなボックス、かわいいのこれ。かわいい。ひなちゃんの生誕祭っていうのがここでわかる。おしゃれだね。おしゃれ。ひなひなたね、ひなたよ。風船いっぱいね、中に風船いっぱい入ってる。かわいい。そう。げぞれたちまちやね。カメラやってる人の言い方。強いね。全部かわいい。どこをこう切り取ってもかわいい。この辺切り取ってもかわいいし、この辺切り取ってもかわいいし、下の辺切り取ってもかわいいし、真ん中切り取ってもかわいいし、お椅子の部分切り取ってもかわいいし、こっち側なんかリボンふわふわかわいいし、ひなもかわいい。全部かわいい。
ありがとう。ありがとう。全部可愛いっていう。センス大爆発じゃんっていう。よ。あ、座ってる人が可愛い。岩田ひなちゃんです。私ありがとう。 Thank you。 全部可愛かった。もうマーメイドじゃんね。確かにマーメイドやったかも私って。もしかしたら、うん、嬉しい。ほら、ハッピーバースデーがよく見えるように撮ったちょっとアップめの写真も可愛い。え、そうだ、鼻缶持って帰ってる。鼻缶つけよう。待っててみんな、今飾ってんだもん。早いんだもん私は飾るのがね。すっごい繊細なんだけど、もしかしたらそう、なんかブリザードフラワーなんじゃないかって。ちょっと待って、なんか頭あんまり見えないか、ショールームだったらね。あんまり見えないね。ちょっと斜め掛けしようかな。じゃあこうしたらいいかな。あーかわいい。髪がかわいい。ありがとう。確かにかわいい。これはかわいい。かわいいだ。これ何のさ、お花？なんかすっごい繊細なの、どれもパラパラしちゃいそう。スクショタイムするか。なんか髪だけ整えてもらって、ちょっと離してもらって、あ、イケクスタッシュさん、よいしょ。スクショタイム。ピース。出た。バラ。なんか本物みたいなのよ。でも本物だったらおかしいもんねっていう。やけなんかブリザードフラワーとかなんかなと思って、詳しく知りたい。詳しく。え、でも匂いしないもん。これかわいい。ラチラチでリボン、かわいいね。誰か知ってること教えて。これってブリザードフラワーなの？なんか小物みたいなの。小物？
ちゃんに似合う色ばっかり。確かに。なっちゃんに似合う色ばっかりだね、これね。かわいい。かわいいフェスティバルって感じ。すごくかわいい。なんか、生で見れるのに、こうやってアップで画面映してみちゃう。こうやって見ちゃう。わー、かわいい。ブルベから、確かに私ブルベやと思うから、このブルベカラーは似合います。ありがとうございます。ブルベさんって感じで似合わせてもらってます。かわいい花か。ちょっとこれは一旦飾っとくね。どうしよう、こうの方がいいのに。じゃあ黒はもうちょっと後ろに行ってもらって、クマあまりにも後ろに追いられたからすごい、ね、なんかへこんでる。へこんじゃった、ごめんね。お花、お花持ってるみたいな感じかなね。マジかわいい。パール、そう、パールかわいい。チラチラ。ガチでかわいいです。飾るね。一生。家に持っていくから、東京の家にも。うん。飾るからね、みんな。ありがとう。新居にも持ってくからね。みんなの愛を感じるんだ、こうやって触って。サワサワ。東京さ行くぞ。そう、東京さ行くさ。このお花と一緒に東京さ行くさ。連れてくだ、東京さ連れてくだ。大切にするだ。うん、そう、あともう一個もらったのがあってね。ビビーン、おーだんまくー。あ、なんかすごいショールームが反射してるけど、おーだんまくもいただきまして、かわいいこのイラスト。かわいいフェスティバルだ。うん、枯葉のステーションのソロでやったからだろうね。枯葉のステーション、あのエスキーさんとの合同ライブでみんなが七並び一致してくれたから、好きな曲できて、カイハのステーションって書いたらカイハのステーションできたんですよ。だからそれだろうなと思って、うん、嬉しい。こんなに可愛いカレハひなちゃんを書いていただきありがとうございます。本当も可愛い。ハッピー21バースデーひな、いがたん、あんなかの人、あ、この人ですかね。ありがとうございます。この人はあの満面の笑みで嬉しさんです。はい、ね、あれ、これどこにも載っけてないかな。まあまたインスタに載せるだろうけれども、うん、ストーリーに投稿しとくね、今。今からストーリーに投稿しとこうと。
おだまくって、おだまく金ハムステーション、うん、ひなちゃんだ。かわいちぃかわいちぃ、うんうん、ハートデラックよして、ハートの楽器、もうハートってなんかうまく書けんハートってなんかうまく書けないけど、よし、今投稿したんで横断幕も見てください。ちょっとこのなんだっけスタフラは、ちょっと待って、スタフラはね、もう投稿しました。ビビ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 って、あ、最後花束も、この花束ちゃんも出てきます。ほら、あ、そう、今日アリちゃんもね、タブレくれてから、ジルのうるうるになれるやつ、かわいい、なにこれ、もう一個もらったんよ、これが一個んで、ハーリープーズーのハンドクリーム、めっちゃいい女の匂いがします。今日つけたんですよ、公演前に。めっちゃいい匂いします、これたまらん。結構バニラっぽい甘い匂いがします。なんか甘、なんだろうな、ちょっと調べてもいい？バニラとなんかいい匂い、これ好き、甘い匂い、ハンドクリーム、ハーリップ、何の匂いが入ってんだろう、好きな匂いは調べたくなります。うんうんうん、そうなの、アリちゃんはね、しばらくぶりのチャートリ公演だった、嬉しい、出てくれて楽しかった今日息が4人もいて、サフラン、フェヌグリーク、レモン、マグリノア、ウード、ジャスミン、アビリス、バイオレットリーフ、ローズ、イランイラン、イランイラン、スウェードアンバー、ムスク、オークモス、待って、バニラ入ってない、いや、アンバーってバニラか、ちょっと待ってよ、アンバーってバニラだったんじゃないっけな、違ったし、アンバー塩っぽいような複雑な香りだった、違った
いらんいらん入ってるんだ。いらんいらんね。えうんうん、匂いの女になった気持ちになれます。これ確かにローズっぽいかも。でもうん、ローズっぽい。いやでもなんかムスクみたいな感じもあります。うん、うんうんうん、イライライイライラの香りいいよね。好き好き、あれちゃんありがとう。好き、うんうん、あれちゃんのお誕生日になったら送りますね。私もアリちゃんに合うキュルキュルの何か、え、かわいいんだけど、なんかジルのこの箱みたいなやつに開けたらここにさ、なんかダイヤモンドみたいな、なんかイラスト描いてあって、え、なんかまでかわいいんだけどってなった。嬉しい。何個あってもいいですからね。くしゃみ出そう。ね、細かい細工が施されております。今日夜ご飯食べてなくてお弁当持って帰ったんだけど、お弁当も見えちゃってお腹空いてきた。うん、ハンドクリームとリッパー何本あってもいい。本当に何本あってもいいですから。ハンドグリップ、ハンドクリップになっちゃった融合ハンドクリップは融合すぎてる。ハンドクリームとリップうん、今食べたらダメだよ。今食べたらいいの後でで、ね、いいの後ででいいの。え、でも今日9時から配信始めてもう10時40分なんだけど、今日あっという間、なんか時の流れ。うんうん、もう1時間40分経ったってこと？生バナナ。ねえ、まあもうちょっと配信あるけど。うんうん。あっという間でびっくりしちゃった今。ありゃ。ねー、いや、それでめちゃくちゃ食べてきた。確かにみんな何食べてるの？今日イナちゃんがかわいすぎて毎秒告白したくなってるして、毎秒の告白聞きたいな。唐揚げいいね。唐揚げだ。久しぶりの声だったけど、質問最高、ひなちゃん最高だった。嬉しい、ありがとうね、来てくれて。うーん、お好み焼き食べてたらショールームついてきた。いいなー、もうお好み焼き食べたすぎるおいしい餃子もいいな。餃子も食べたすぎる。汁だし担々麺、ちゃんとみんなが広島を感じ取る。シューマイ、カレー、お刺身、いいね。やっぱみんなが食べたもの、なんか知るの楽しいな。うん。あ、岩石が行ってたカフェ行ってきた。ねえ、あれだ。
カレー、あ、しか、あれカレー食べたいの、うのみちラーメン、めっちゃ広島感じるじゃん、みんな。ピアスおすすめのご飯屋さん、なんだろうな、うーん、お好み焼きは、MV で行ったところか、暗闇の MV で行ったところか、うーん、どこで食べてるっけ、いつも、ベンヘイエイみたいな、ベンヘイエイみたいなやつが好きかも。うーん、しらす担々麺も好き、普通に。あの飯も、あのご飯食べたのいいな。待って、だし巻き卵食べたの、ひなさん、もうさ、なんていうの、そういうご飯屋さんに行ってだし巻き卵あったら結構必ずと言っていいほど頼むタイプです。大好きなんだ、だし巻き卵。うん、あ、お寿司テイクアウトして新幹線で食べたね、羨ましい。寿司の層は羨ましい。カキフライ、なんやと。食べたくて怒っちゃったねえ。え、わかる、寿司屋さんでも必ず頼むの、わかる、美味しいよね、だし巻き卵。結構本気で頼むよ。おくんどうと迷ったんよ。待って、おくんどうも美味しい、大好き。うん、いいね。通りかの時はもう少し広島でクイズして、ぜひぜひ、ありがとな、時間ない長来てくれてな。寿司の底からのクリームパン、なんだその幸せムーブ。分けろ。だし巻き卵さっき食べてきました。みんなだし巻き卵食べるじゃん。頼んじゃうよね、なんかメニューにだし巻き卵ってやったら、あ、だし巻き卵みたい。めっちゃわかるんだけど。ねえ、みんな美味しそう。ねえ、みんな美味しそう。明太うどん、待って、明太うどんいいな。明太子はね、私の好きな食べ物ランキングに上位に君臨する、本当に。そう、一番食べ物系だったら、一番い、なんか食べ物系じゃなかったら一番はイチゴなんだけど、もうナンバーワン、イチゴがもうどんな時も大好きって感じ。もう一生これしか食べれんって言われたらイチゴを選ぶんだけど、ご飯系で好きなので一番はチーズです。で、二番目に明太子来る可能性あるしって感じ。いろんな食べ物の可能性がある、卵来る可能性もあるしって感じ。うん、うんうん、ご飯系のね、ご飯系の1位はチーズなんよ。もうチーズは 何に足してもうまい。あ、夜ご飯食べてないからお腹すきすぎてね、やばい、ひなもお腹すきすぎてご飯の話に花が咲いちゃうよ。あら、おうち無事ついた、無事ついた、現地でお会いできてよかった、サイタンさん、ありがとう。ありがとうね、来てくれて。よかった、おうちについて。うん。え、チーズ自分大好き、嬉しい。たまにチーズ嫌いな人いるんだよ。びっくりしちゃう、私。なんでって。何にかけても美味しいよ、って言って。そう。チーズラーバーだね。だからチーズのなんとか系も絶対頼むかも。チーズ揚げてるやつとか。うまい。
ラーメンにチーズ、辛いラーメンにチーズは本当に美味しいよ。でも最近ダイエッターだから控えてる。うん、脂っぽいものは控えてる。チーズ食べてない。悲しくなってきた。いいもん、低カロリーで美味しいものこの世にいっぱいあるからいいもん。うん、言い聞かせてね。もやしだって美味しいし。もやしあんまり食べんかもな。うん、なぜ、ごちそう、いや、しない。うん、無視生活した方がいいかも、ひなも。うん、好きな野菜はね、あれです、グリーンフリーみたいな。グリーンフリー、待って、今もうめっちゃド忘れしてる。ん？グリーンフリー、グリーン、出てこん！みんな出てこない、みんな。グルーン、グリーン。なんだっけ？リーフレタスだ。リーフレタス。たくやんさん、かわいい、ありがとう。そう、リーフレタスがね、好きな野菜。グリーンフリーみたいな名前になっちゃったけど。リーフレタスのこと。うん。全然違うよね。よく思い出せた、グリーンフリーから。なんかグリーンフリーみたいなと思った。うん、リーフレタス、うん。そう、リーフレタス大好き。なんか私、芯がある野菜があんまり好きじゃない。大体芯あるじゃんって感じなんだけど、芯がある野菜がね、あんまり好きじゃなくて、そのリーフレタスは芯ないんですよ。なんで大好きですね。うんうん、ベビーリーフって同じ？リーフグリーンと、リーフグリーン、リーフレタスと一緒？なんか分かんなくなってきた。調べよう。リーフレタス、ああ、思い描いてるやつだ、ちゃんと。リーフレタスだ。芯が全然ないやつ。なんか可愛いの、しかも見て。緑のレースみたいな。緑のフリルみたいな野菜。リーフグリーンとポケモンにいる？待って。こいつか。死ぬ。こいつか。ねえ、あれじゃん、あれの進化系じゃん、懐かしい。が、なんだ、ガメ、ガメガメの方じゃない。なんだっけ、ガメガメ。ズニガメじゃなくて。なんだっけ。あれ、ズニガメだっけ、なんだっけ。ズニガメじゃない、絶対違う。なんだっけ、この。ムチ、ムチみたいな攻撃されて。不思議なんだよ。ガメガメじゃない。ダネダネ。それ。ダネダネの進化系だ。リーフグリーンは。リーフレタスです。リーフレタスだし、なんとの違いを見つけようとしたんだっけ。ベビーなんだっけ。ベビーリーフかな。ベビーリーフね。あ、これか。あ、待って、ベビーリーフも大好き、私これ。スーパーで買います。
急に。ベビーリーフ、まあリーフレタスの方が買います。はい。そう。だからベビーリーフもリーフレタスも好きだし、リーフグリーンは不思議種だしって感じ。うん、つまり。おしゃれサラダに入っとる。確かにおしゃれサラダに入っとるな。うん。ベビーリーフとリーフレタスは、ね、美味しいです。好き野菜。うん。あんま野菜好きくないけど、この二つは割と好き野菜です。野菜何かけて食べますか？最近ね、おすすめがあるの。なんか、ふりかけみたいなやつに、ごま油入れたら、チョレギサラダになるやつ。あれ、なんていう名前のやつなんだろう。アマゾンでね、もうお得買いセットみたいなの買ったんや。あまりにも美味しくて。注文履歴に。うん。シーズニング、ん？シーズニング、ん？です。スピース&ヘルブのシーズニングチョレギサラダです。はい。これめっちゃ美味しい。これ提供？提供みたいになっちゃった。うん。これ美味しい。なんかふりかけみたいなの。で、ごま油入れて、混ぜ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 ってして、生ハムとかベーって乗せて、うん、なんかカテージチーズとか。カッテージチーズわかるいな。カッテージチーズ美味しいよ。カッテージチーズとかペーって乗せたり。うん。したらおしゃれサラダ。もう一気に。一気におしゃれサラダ。スーパーでいろいろある。そこのシリーズスーパーでいろいろってあるんだけど、もうチョレギサラダしか食べたことない。チョレギサラダ大好き。私。うん。私の気まぐれチョレギサラダ、ほんまに作れるよ。私気まぐれチョレギサラダ、え、待って、私さ、なんか注文履歴チラッと見たらさ、1月5日にさ、リップグロス頼んどるんやけど、このリップグロス届いてない気がする。嘘でしょ、このリップグロス届いてない気するんだけど、待って、ショック、もうお届け済みって書いてあるけど届いてない気するけど、どうしたらいいのこういう時。やばい、ここはみんな久しぶりのリップグロスだね。本当だよ、ショック、泣いちゃいそう。え、埋もれてる？そんなはずないもんね。私、段ボールあったら絶対に段ボール片付けるよ。うん。届いてない、絶対これ届いてない。絶対これ届いてない。まあそんな高くないけど、どこ行ったんだろう、このリップグロスさん。確かにママがもらっちゃってる説もあるな。あるのか。ないだろう。
うんうん、久々のおこね、久々のおこになってる。私の注文履歴面白すぎる。そのリップグロスとあとアイブロウ、この眉毛のなんか色変えるやつ撮影の仕方でしょ。で次に頼んでるのがモフモフ耳犬キツネ動物猫耳カチューシャ、ミコミコさんのキツネやった時に買ったやつで、さっきのシーズニングとごま油頼んどってノートパソコンケース頼んどって、お話し会で来たあのピンクと白のチェックの岩石のやつで来たやつのコスプレとブーツ、白いブーツ、そのコスプレのように買ったやつだった。最近の最近の履歴それ。全部話せる全部話せる私の履歴。大体みんなが見たもんを買っとる。大体みんなが今まで見たものを買ってます私。うん、購入履歴からおすすめ出すの大変そう。本当だよね。え、コスプレみたいな。かと思えばシーズニング、ごま油、ノートパソコンケースみたいな、ロム&のリップみたいな、グラス頼んで届かなかったけどみたいな。めちゃめちゃ色のものだったので、うん、AI もびっくり。うん、みんなのあれは何？購入履歴？教えてひなに。プライバシー。プライバシーゼロ。みんな教えてよー。あんたにおすすめない広い。こんな。私の購入履歴ひなちゃんのばっかりって。嬉しい。イヤホン、イヤホン買ったのいいね。え、通販使わないの偉い。調理器具？なんだろう、偉いね。うんうん。ダメな、そっか。言えません。内緒でーす。ST の方にあったら嬉しい。 EX 大使、お EX 大使、ビビビビビビーン、なんと EX 大使4月号さんに私岩田ひなのインタビューが載っております。写真も載っております。ここにね、卒業前に語った王道アイドル7年間って書いてあるんですけど、本当にその通り、なんかもう卒業にその対する思いだったり、思い出だったり、この7年間の思い出だったり、あの皆さんに伝えた思いをこの EX 大衆さんで全部語らさせていただきましたので、ぜひぜひ皆さん読んでいただけたらいいなと思います。あのみちゅのね、月の位置の未発表フォトもあるし、マイキューとサンヤンの卒業が続き変革するグループへの思いも載ってます。 ST のメンバー、私以外にも3人も載っているので、よし、生きれば、はい、めっちゃいい内容だった。めっちゃいいっすよ、みんなこれ読んでください。私みちゅの写真集まだ読んでない。ココアの写真集は読んだんだけど、あ、届いてないって、あら、頼んでくれてる、嬉しい、買いましたって、あら嬉しい。アンケートにみんな本当に、あの矢田ひなちゃん卒業前に雑誌のさせていた時、誠にありがたき幸せっていうのをぜひアンケートに送ってください。
そう、どのページに載ってるかな。絶対にそんなことはないんだけど、ちょっと待って、一生懸命探してます。74、75。あった。74、75ページにあります。ほんまにほんまにいっぱいの字で載させてもらっております。はい、最後まで愛と感謝と明日へのパワーをって私が語ったことを美しく書いてくださっている。王道アイドルとして突っ走ってきた7年間、辛いこともあったけど輝かしいアイドル人生だったと語るひなちゃん。明るい笑顔で優しく楽しく、最後の最後まで我々に愛と感謝と明日へのパワーをくれるインタビューをって書いてくれてる。嬉しい。そういう内容になってますんで、ぜひぜひ皆さん、EX 大集4月号さん読んでねあとはネジャです。今のはひなちゃんの言葉ではなく、この EX 大集さんが送ってくれた言葉でした。ひなちゃんの言葉は読んでください、見てください。これのみちゅがすごいよ。しかもさっき見たんだけど、わーってみちゅがみちゅがみちゅがってなってる。わーってみちゅのみちゅがみちゅでみちゅがーみちゅのみちゅがみちゅでみちゅだー、みちゅのみちゅがーって感じ。まあって感じになってました。はーい。本当に一度みちゅ言わんで本当よ、すいません、すいません、大変申し訳ございません。生誕祭でハイテンションになって調子になってるったところがあります。すいません、はい、大変申し訳ございます。ちょっと死んでお詫び申し上げます。気になる、気にならんで、ひなちゃん以外の女を気になるな。言っときながら、自分で言っときながら、ひなちゃん以外の女を気になるな。気にならんで、うん、気にならんでいい、見ないで。急にヒステリック、急にヒス構文送りそうになっちゃった、みんなにごめんごめん。はあ、そうだよね、ひなちゃん以外も気になるよね。うん、メンバーなのに本当に
ね、学ぶよね。たがやさん結婚したいと結婚今日の会話ひなちゃんしか、あー嬉しい、ゆうてしか見てないもんね、みんなね過激派ひなちゃんが見るなよ、絶対見るなよそれ押すなよ押すなよと一緒で振りみたいに見えるやり方ですね。メンヘラですか。もう別にメンヘラってわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと束縛強くなぐらいです。はいはい、もう別にメンヘラってことじゃないですけどね少しばかり束縛が激しいかなって感じで、はい。セーターのボールの花飾りも可愛く綺麗でしたってね、可愛いよね。どこのページか教えてくれる。なんだっけ、74、75だっけ。あ、てらってる。74、75ページだけ見てください。過激派すぎる。見た方がいいよ。うん。もうね、EX 大衆ね、買ってくださったんだな、もんな。見てもいいよ。うん。見てもいい。見てもいいけど、まあ、70、75ページを穴が開くほど見た後に見て。そう。74、75ページのひなちゃんのインタビューも穴が開くほど見た後に見てもいいよ。うん。そう。なんならこう、ちょいちょい74、75ページ戻りながら見るならいいよ。うん。違うページ見た。よし、ひなちゃんのページ。よし、違うページ。よし、ひなちゃんのページ。ってやるんだよ。絶対に。うん。嫌です。嫌って言わないで。嫌って言わないで。お願い。わかりました。心に留めておきます。本当に絶対にペラペラ見るんじゃん。過激派。70ページあるから最低75分か。もっとあるよ。100ページぐらいあるんじゃない ?100 往復で。うん。マジで75ページヘビーローテしときます。嬉しい。ヘビーローテーションしてください。うん。そう。ひなちゃんから始めて、ひなちゃんで終わればいい。そうです、そうです。ひなちゃんから始めた物語だし、ひなちゃんで終わる物語であってください。重。激重いわ。本買って本当にひなちゃんのページしか見てないこと多いって。え。ガチか。そりゃすごいわ。うん、嬉しいわ。チキナさん、チキナさん、なあね、ひなちゃんしか見ないでいいよ。ひなちゃんしかいないでいいよ。うん。いらない、いらない。過激派。突然の過激派をしてしまい、誠に申し訳ございません。なんかちょっと、ひなのことを嫉妬させる言葉を送らないでください、私なんか。ちょっとでもなんか、気になる。
他の子のなんかこと言ったらなんか過激派になっちゃうところあるんで、まあ、言わないで、うん、こっそりやって全部バレないようにして急に過激派になっちゃうから、うん、うんうんうん、そう、よろしく、こっそりやって、うん、嫉妬してくれるんだ、めっちゃ嫉妬するよ私、えみたいバレないようにしてくれる、うん、そうよ、まあ大体バレるんだけどね、そういうのってさ、やっぱ女の勘って当たるし、うん、なちゃんってそういうのめっちゃ見るし、うん、違うよ、みちの話はひなからしたけど、でも、え、なにそれ気になるとか言ったのは気に立つだからねひなが言うのには別にいいけど、え、みんなが気になるとか言うのはひなだけであってっていう、うん、え、許せない、許せない本当に許せないかな、うん、ひなが言うのはいいけど、え、乗っかったりしちゃダメだから普通に考えて普通に考えたら分かるくないやばい、メールモード発動してる今分かるよね罠だよ、え、ひな以外も見る余裕あるんだって言う罠、今の罠だから、そういうことされたらひなちゃんに、え、かわいいなーとか言ってやられる、多分みんなはえーみたいな、もうひなちゃんが一番だけどね態度取らないとみんなダメだからNGNG みんなは、え、ほーん。え、ほーんだよ、みんな。ほーん。もう、やじゃん、一番だけどね。うん、いいんじゃない。これが正解。ほーん、いいんじゃない。うーん。みんなちゃんが一番だけどね。これが正解です。覚えといてください。ダメだよ。うん。うんうん、楽しむかもってね、偉いよ、そういう態度取ってた人ほんと偉い鏡過激派すぎる、うん、うん、あんまり言いすぎるとね、みんなふんってしちゃうから、うん、ここまでにしときますふん、ひなちゃんそんなにプンプン怒ってふんってみんな言うでしょ、ここまでにしときますんで、はい、うん、すごく面白かったですうん、私の激励に触れてしまった、そうだな、毎日だと思う、そう、まあひなは毎日されたらひな諦めるけどねひな諦めるよ、うん、えみたいな諦めちゃいますけど、私普通にそういうところありますから、うん、うんうんうん、うん、え、無理って無理まではいかないけど、あ、そっか、いろいろ見るよねそっか、いろいろ見るよね、そうだよねって言いますけどそりゃね、毎日されたらそうなりますよ、ひなちゃんだって諦めますよ、あ、そっか
毎日じゃなかったら諦めませんけど、うん、やだ泣きにしなよって言います。毎日じゃなかった。やだ泣きにしときなよ。ヤツはいっぱい持ってる。え？ヤツはみんなのファンの一人一人の写真集持ってないよ。さっきさん、レイモンさんありがとう。キラキラー。うん。ヤツはみんなのこと平等に好きだから。うん。浮気とかじゃなくて。みんな本命だから。嫌なこと好きな人はみんな大好きだよ。大好きって感じ。本当に心の底から大好きだから。うん。まあみんなが写真集出すなら私みんなの写真集買うよ。みんながね、ここにも嫌ちゃんのことを教えてくれてみんなが写真集出すら私。一人印刷を買うよ。うん。そのくらい好きだよ、みんなのこと。うん。本当に。ガチで。そう。うん、一人印刷作んないとな、そりゃそうだ、平等だからね。やっぱそこは平等でございますけど。なんと、買うよ。買う。うん。ひなちゃんの飴とムチ強すぎて脳溶けそう。ほんとね。こんなにも言葉で振り回されてみんな脳溶けちゃうね。うん。3冊ゲーム買ってくれる。買うよ。みんな。うん。みんなその3冊券のイベントならみんな行く。うん。みんな買う。そう。そのぐらいの愛はあるよ。もちろんなんだけど、そこは。うん。あ、ツーショットつけてくれるの、ありがとう。うん。うん。そんぐらいやの、みんなのこと好きだから。うん。ファンの水着ショットはちょっとキャってなりながら見ないとね。そう、あ、もちろん脱ぎたくない人は脱がなくていいよ、写真集。もちろん、うん、抱き枕カバーも作るかって。マジか、抱き枕カバーみんな作ってくれる、みんなの、うん、みんな作ってくれるなら買うよ。家に大量の人の抱き枕カバーがある状態になっちゃう。けどまあそんぐらいには好きだよ。うん。アクスタとかも全然みんなの買いたい。うん。そんぐらい好き、私も。うん。チョコさんと行きます、おら。サンドバッグしないよ。みんな、たまに干してあげるね。怖っ。何の家。うん。どんな人が住んどるんって。うん。勘弁して。写真集出したくない人もいるからさ。これできないんだけど。うん。みんな出したらみんな買い。っていうぐらい好きってこと。つまり。うん。すすすす。やっぱね、私は同じ熱量でみんなのことをね、好きだよって思ってることは伝えたいから。うん。ほんとガチ。皆
さの女性ファンがやってくれたらいい気が。ちょっと待って、広瀬の女オタコちゃんたちの写真集集めたらみんな見れるようになるってことだよね。それはちょっと許せないから、ひなだけ限定発売にしてもらってもいい？うん、限定発売してもらって、うん、買いますね。うん、ちょっと嫉妬心が生まれるんで、ね、限定発売。オタクの写真集見るアイドルの方がバグ起こりそう。本当だよね。そう、私はみんなの写真集出すことは叶えられないけど叶えられないけど、みんながひなちゃんと一緒に撮った写真はあのひなちゃんに送ってくれたらね、あのひなちゃん見ますんでぜひ送ってください。撮る方ならやる。カメラ前見つかった。おもろい。うん、センターさんは新幹線が家まで乗りで命めいて幸せ。帰れた？こんな夜遅くに気をつけて帰れた？まずひなちゃんいた24色の魅力身につけないと。みんなはもう十分魅力的よ。うん、みんなはもう魅力いっぱいあるよ。私みんなのいいところいっぱい語れるもん。ほんとに、うん。横浜着いた？大変遠い。まだ家着いてないの？大丈夫？この夜遅くに帰ってからに。もう大丈夫？寂しくない？ひなたんがいるよ。今神戸着いた。おかえり。うん、こんな時間にね、みんな気をつけて。周り見て、周り見て、周り見て。うん、みんな可愛いんだから、周り見て。大丈夫かなって周り見て歩いてね。うん、まだ新幹線です。大丈夫、遠いね。24時ぐらいに着くやつだね。夜行バスで見てる。夜行バね、夜行バはいいよ。うん、おやすみ。え、夜中に寝たら私の耳見ちゃいますって。嬉しい。洗脳ですから、好きにさせるため。諦めて止まったんだ。ありがとうね。ごめん。本当にだから不安です。慣れない？大丈夫？行こうか。本当にのプロだよ私。広島に泊まります。広島にいるよ。広島にいる人もいるね。いっぱいいるんだ。一緒だね。一緒の土地で空気吸ってるよ。スーハー、スーハー、今日多めに吸っとこうか。そう、本当にね、あ、本当になんなの、みんな本当にのなプロだから。私この辺って言ったらすぐ行けるよ。
あ、でもちょっと流れ川の辺はダメだよ、ね、今の時間行ったらね、みんな連れ去られちゃうかもしれないから流れ川 NG だからね。うん、この時間は NG だよ。うん、そう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 、治安が悪いよ。うん、そういうところあるんだ。うん、流れ川昔よく言ってました。危ないね、ダメよ怖いとこ、そう怖いとこ、広島の怖いとこ。うん、流れ川流れ川 NG だよ。うん、今の時間帯はダメだ。うん、ちょっともうちょっと、もうちょっと早かったらいいけど。うん、うんうん、ダメな、そこ。えちゃんもこの時間に流れ川行かないよ怖いよ。うんうんうん、あ、情報本当だよね、流れ川ダメだ。うん、あとは大丈夫だそこだけはダメだ、夜中にいてはいけんはい、じゃあみんなはね、気をつけて帰ってください。もう2時間半も経ってしまった。ランキング読んでいくよ。小さいガミさん、またひなちゃんに会いに来ますよって、嬉しい、待ってますよ絶対だよ。ジュニーが、ヤマちゃんとザキさん、結局君が世界一大好きだ。あら、世界一ありがとうすごい、外の治安悪いって言ったら外の治安の悪い声が聞こえてくるようになっちゃった。トシちゃん、瀬田さん、東山で来てよかったよ。重婚感情だ重婚感情ね、来てくれてありがとう、嬉しかったよまたね。チードリンさん、素敵な瀬田さん、ありがとうね、結婚感情。あら、こちらこそありがとう、結婚感情キュユティさん、最強最高可愛い瀬田さん、楽しかった、結婚感情。あ、すごい感情連番、結婚感情一番可愛かったねん、どこだ、あっちか。世間さん、みんなのひなちゃんのままでいて重厚はダメな、そうわかったみんなのひなちゃんでいるね、これからも重厚ストップ入りました。七位は高新さん、スピーチ感動、ひなと最後まで一緒に楽しむぞーって、嬉しい、スピーチ届いて最後まで楽しもうね、いっぱい来てね。六ザキーさん、最高の生誕祭ありがとう、打ち上げしながら結婚会場、あら、結婚会場打ち上げ楽しかったかな、お腹鳴ったよ、うん楽しかったかな。小井さん、まきさん、瀬田さん、ありがとう、ひな、過激派、原理主義、みんな仲良く、結婚感情、怖い結婚感情、はい、ちょっと怖い、ひな、過激派、原理主義、ちょっと怖いねな感じで、ありがとうございます、取り締まっていただき。4位高谷さん、ひなたん認定、久しぶりに会えて感動したそう。めっちゃ久しぶりだったよねびっくりしちゃったの、私お見送りの時すなちゃったありがとう、そつこも来てねさあ、いつさ、セタさん、つぴよ、好きな、そう好きな、そういなもん、ありがとう、来てくれて、似合ってたの、坂道グループイコール木貝さん、 DNM で生誕祭ちゃんと見届けたよ、ありがとうね、配信で見てくれて、私も見返すそして1位がドロロパパーホドアちゃんです。岩を持ち抜く願いひなちゃんとのまる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 結婚っていうことで、
人生で一番好きな人でいてください。はい。ということで本日もスペシャルユートコメントありがとうございました。皆さん、ありがとうね。また、本当に会えるイベント、なんだろう、ファンミンも3月19、もうちょっとしたらあるし、20人はね、お話し会のリアルお話し会もあるし、対面できるし、あと、4月13日には、私の写真集10杯イベントもありますし、4月20日には、卒業コンサートもありますから、もう本当に何もこう悔いなく皆さんと一緒に全力で楽しんでアイドル人生を終えたいなとすごい思っておりますので、はい、いっぱい会いにね、これそうなかったわね、なんかもう来れれば来れるほど嬉しいですから、いっぱい来てくれたら嬉しいなってすごい思っております。うん、もう本当全力で頑張っていきますので、本当に皆さん最後までよろしくお願いします。そして本当に今日は可愛いね生誕祭を準備してくれて本当にありがとうございました。生誕祭見に来てくれて本当にありがとうございました。また会おうねみんな。あとね、 DMM 配信でも生誕祭見届けてくれた皆さんもありがとうね、感謝、心からみんなに感謝って感じです。うん、すっごい幸せな一日でした、みんなのおかげで。もうずっと笑顔だったし、ずっと楽しかったし、もうずっと幸せだな私って、みんなでこんなにも愛されてすごい幸せだアイドル人生だったなって改めて思いました。うん、本当にありがとうございます皆さん。それでは改めて21歳のひなちゃんもアイドル最後まで頑張りますんで応援よろしくお願いします。ではでは皆さん、今日も一日おつぴよでした。またねー、まいちゃん、おつぴよー。